第4章、ヨセフと天使。ヨセフは正しく心の優しい人でした。ヨセフとマリアは結婚することになっていました。マリアに赤ちゃんが生まれることを知ったヨセフはどうしたらよいか分かりませんでした。その赤ちゃんが自分の子供ではないので、マリアとの結婚をやめようと思いました。ある夜、天使が夢の中でヨセフに現れて、マリアの赤ちゃんは神の御子であることを伝えました。天使はヨセフにマリアと結婚して赤ちゃんをイエスと名付けるように言いました。イエスは世の救い主になられるということでした。ヨセフは天使に言われた通りマリアと結婚しました。